まずは折り紙を三角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角をてっぺんに合わせて折ります裏返して 反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように三角形に折り替えますこの部分を縦の筋に合わせてこのように一枚めくって折ります 反対側も同じように折ります。そして、てっぺんから2センチぐらいのところで、今折ったものを外側に折り返します。こんな感じです。反対側も同じように、外側にめくって折り返します。 この部分、先っぽの部分を小さく反対側に折ります隣も同じように折り返しますこれを上下ひっくり返して裏返します両側のこの部分をつまんでだいたい上から2センチくらいのところで下に向けてこのように折ります 折って、この部分をまっすぐ上から三角形につぶします。反対側も三角形につぶします。そして、この右側の先を斜めに、斜め上に折りながら、こんな感じにつぶします。 左側もなるべく左右対称になるように同じ位置で折ります折ったものを先から下の方までこのように開きます反対側も 同じように開きますそれをさらに内側に向けてこのように折ります反対側も同じように折りますこれを表にしてハサミで頭のてっぺんから切り込みを入れます この位置ままで切り込みを入れます。そして切った部分を裏側に下の紙に合わせて折ります表にしてこれで折り紙の部分は完成ですこれに目を描いていきます紙の付け根のこの部分に 鋭い目を描きます左右のバランスを見てこんな感じですこの目に水色で色を塗っていきます 次に濃い青で黒目を描きます黒目を描いたら目の下部分もグラデーションで濃い青を入れます。 あとは白いマーカーで目に光を書き込みます。これでレシラムの完成です。